皆さん、こんにちは。アルファアドバイザーズの黒岩です。で、本日はカナダ留学に関しての動画になります。で、カナダに行きたいという人、実は結構いらっしゃいまして、アメリカとかイギリスだけではなくて、やっぱりその費用の面とか、治安とかを考えてカナダに行きたいという方も結構いらっしゃいますし、あとカナダに留学をしていて、そこから例えば、ボスキャリーに向けて就活の対策をしたいという方もいらっしゃいます。なので、今日はカナダ留学に関しての動画になっておりますので、ぜひ、最後まで見ていただいて、カナダ留学に関しての、こうですね、カナダ留学に関してちょっと見ていただければと思います。やっぱり大きなメリットとしては、学費を抑えられるっていうところがあるのかなと思います。で、学費を抑えつつ、トロント大学とか、ブリティッシュコロンビアとか、皆さんももしかしたら聞いたことあるかもしれませんけれども、こういった名門大学に入れるということです。で、具体的に今日は、SAT、ACT みたいなテスト、スタンダードテストですね。あとは、TOEFL、IELTS、デュオリンゴって、デュオリンゴとかあんま聞いたことない高校生の方とかもいらっしゃるかもしれませんけれども、要は英語のテストはどれぐらい必要なのかというところを、カナダの主要、5つか6つぐらいの大学、とまとめてきておりますので、ぜひこちらを最後まで見ていただいて、カナダ留学行きたいという人は無料相談いただければと思います。で、もちろんその高校生の方の、本留学っていうところもそうなんですけれども、あと大学生の方からの編入留学みたいなところも、お待ちしておりますので、この動画を見られた方はぜひ無料相談いただければと思います。はい。ご興味ある方はぜひ無料相談入れていただければと思います。アルファアドバイザーズのホームページの今すぐ無料相談ボタンを押していただいて、無料相談チャットからご相談いただくか、もしくはこの QR コードに取っていただいて、LINE からもご相談受け付けております。どちらからでも構いませんし、概要欄にも無料相談チャットのリンクを入れておきますので、こちらをぜひチェックしていただければと思います。はい。私は国内の早稲田から、ハルトという大学院に留学をして、オーセ、アセマネヘッジファンドっていったところで、エクイティアナリストとして働いておりました。で、今、就活、転職、そして留学のアドバイザーをやっております。コミカで大学編入、そして大学院留学、こういったところをサポートしておりますので、ぜひご連絡いただいて、留学サポートさせていただければと思います。はい。ということで、留学相談非常に増えてきておりますので、一部、ご相談を共有していきたいと思います。高校1年生で将来はグローバルな人材として仕事をしたいと思っています。そのため、海外大学入学、または有名な日本国内の大学入学後に海外大編入、大学院と考えています。留学のご相談から TOEFL の指導についてお聞きしたいですと。こういうご相談です。高校1年生という段階で、まずご相談に来ていただいていることが素晴らしいなと思いますし、1年生なので、いくらでも海外大学に留学する術はあると思いますので、編入とか大学院ってこと書いてあるんですけれども、まずは大学、海外大学から目指されるといいと思います。で、おすすめとしては、やっぱりカナダも今回の挙げていただいて、開けているカナダもそうなんですけれども、あとアメリカとかイギリス、シンガポールっていったところで、4年生大学への留学成功させておりますので、ぜひご連絡いただければと思います。はい。そうですね。留学に関しては、そういったところで、4年生大学、十分間に合いますので、問題ないかなと思います。で、一方、その懸念としては、TOEFL ですね。英語のテストです。英語のテストに関しては、どうすればいいのかというと、これ結論を言ってしまうと、実は、TOEFL は、TOEFL だけじゃない、TOEFL じゃなくて、デュオリンゴという比較的簡単に点数が取れる英語テストで、ほとんどの大学行くことができますので、デュオリンゴを勉強されるといいと思います。デュオリンゴって調べていただければわかると思うんですけれども、本当にアプリが発祥となったような英語テストになっておりますし、1時間しか受けなくていいです。TOEFL とか4時間ぐらいかかるので、結構長いんですけれども、デュオリンゴに関しては、1時間のテストで済みますと。なので、わざわざ難しい TOEFL のテストをしなくても、デュオリンゴでいけるので、ぜひデュオリンゴを勉強されて、サクッと点数を取って、その後に留学編をされるといいと思います。で、もちろん、デュオリンゴの勉強しているっていう方は、もう、そっちの方を伸ばしていった方が早かったりもしますので、
もちろん、TOEFL とか IELTS の指導もさせていただいておりますし、アルファには、すごい生徒、先生がいらっしゃいますので、皆さんこちら、その先生と一緒にテスト対策をされて、短期間でハイスコアを取っていらっしゃいます。なので、TOEFL でもいいんですけれども、今、全くその英語に関して手をつけてないっていう状態であれば、デュオリンゴがベストなのかなと思います。で、デュオリンゴでいければ、すごく簡単に点数取れると思いますので、はい。で、おすすめですと。はい。なので、高校1年生なので、いくらでも間に合うと思いますので、ぜひ、アルファにご連絡ください。ノウハウみたいなところはいくらでもありますので、ここら辺をぜひ指導させていただければと思います。はい。もう、また、高校生の方からのご相談です。海外大学進学を目指す高校2年生です。父がアメリカの大学を卒業しており、校風や教育システムについて聞いており、私も海外の大学に進学したいと思いました。具体的には経営学を学びたいです。高校生になってから課外活動に力を入れて、ボランティア、企業コンテスト、英検2級などを頑張っています。一方で学費や留学費用が心配ですので、安く留学できるおすすめの大学を知りたいです。こういうご相談です。素晴らしいですね。お父様が、アメリカの大学を卒業しているということで、自分もアメリカの大学に行きたいということでご連絡いただいております。一方で、ネックとしてはやっぱり学費になるのかなと思っています。特にトップ校、私立のトップ校とかになると、1000万、1年に1000万かける4年間分みたいな感じでかかってきてしまいますので、そこを結構気にされている方は非常に多いですね。年間、軽く4000万は、4年間で軽く4000万ぐらいは、行くので、結構、財政というか、その資金的に難しいっていうパターンは多いです。で、その場合は、安く留学したいということであれば、今回のお題でもあるカナダに留学されるっていうことはすごくおすすめですし、カナダは比較的安くて、アメリカの私立の半分ぐらいで行くことができます。で、また、コミカレとかを挟まると、またもう少し安くなるので、いくらでも安く済ませる方法はあります。どうしてもアメリカに行きたいということであれば、今回じゃないですけれども、ハルト大学ですね。3月1日まで大量奨学金が出るハルト大学とかを目指されるといいと思いますし、こういった学費で選ぶんだったらそういったところになるのかなと思います。詳しくお話を聞かせていただければ、どういう大学を目指していけばいいのかっていう具体的なご提案できますので、まずはご連絡、先ほどの無料相談チャットの方にご連絡をいただければと思います。やってること自体は素晴らしいと思います。ボランティアとか企業コンテストとか英検2級とか頑張っているので、取られたら、英検2級からデュオリンゴとかにシフトしていただいて、あとは課外活動も頑張る。で、もちろん学校の成績も上げるっていう、こういう方針でいかれるといいと思います。はい。で、最後に大学生からのご相談です。大学現在2年生です。就職を考える中で自分の能力に物足りなさを感じ、海外大学編入や大学院進学を考えています。特に地理の面や費用などを考えると、カナダ留学が良いのではと考えているのですが、特におすすめの大学などあれば教えていただきたくご相談させていただきました。ということです。一方、これ大学生のお話なんですけれども、就活の目前に結構自分の中で、ちょっと大学受験失敗しちゃって学歴が足りないなとか、スペックというか、まだちょっと自分の実力が足りてないなということで、編入とか海外大学院の進学を考えていらっしゃる方結構多いですと。で、この方は大学2年生なのでまだ、大学院というよりかは、海外大学への編入がベストかなと考えております。で、結構日本の、クレジットというか単位を移行できますので、早ければ2年ぐらいで卒業することも可能です。で、この方は結構カナダ留学に興味があるということでご相談いただいているんですけれども、結構おすすめです。編入も意外と受け付けてますし、さっきも言ったように、テストに関しては、デュオリンゴだけやっていればいいので、結構デュオリンゴだけでいけるのかなと思っております。はい。なので、実は皆さんが考えているほど、英語テストの、ハードルみたいなところもそんなに高くないですし、あと、カナダのメリットとしては、大学に入るための方法がめちゃくちゃあるっていうことですね。冒頭にも申し上げた通り、最低、
そうですね。5つはありますと。で、アメリカの場合は基本的にダイレクトに編入をするか、もしくはコミカルにを挟むかっていう、まあ、この2択なんですけれども、カナダの場合はたくさんありますよということです。まあ、結構その海外の留学生を受け入れるシステム、特に英語圏ではない人たちを受け入れるシステムが揃っているのがカナダかなと思ってますので、まあ、この後詳しく見ていきますが、そういうプログラムもございますということで、早速ですが、その大学の使用要件を見ていきたいと思います。で、ここに書いてある、まあ、5つの学校が、まあ、カナダで、まあ、主要な大学と言われている、まあ、5つの大学になっております。で、結構皆さん気にされるのが、英語、そしてテスト。まあ、この2つですと。で、この2つ見ていただいてもわかるように、テストって冒頭申し上げた通り、ACT とか SAT とか呼ばれるものですね。スタンダードテストといって、こう、まあ、いわゆる日本でいう共通テストみたいな、こういうイメージですと。で、これを受けなければ本来いけないんですけれども、最近は流れとして SAT とか ACT とかを受けなくてもいいよっていう流れが、まあ、アメリカを中心に広がっていて、事実、カナダもテストなしでいけるっていうことですね。なので、極端な話で言うと、英語のスコアと学校の成績、この2つだけでいけるんですね。だからこれがすごくカナダのメリットかなと思っています。アメリカの場合は、プラスエッセイとか推薦状、そういったところが必要になってくるんですけれども、カナダの場合は極端な話、学校のテスト、学校の成績証と、あと英語のスコアだけでいけるので、比較的お手軽に入学することができるということです。はい。まあ、なので、あえて書いてますけど、トイ、あのテストは、なしですと。で、英語のテストに関しては、TOEFL、IELTS みたいなところが、主要なところになるんですけれども、やっぱりその難しいんですよね。テスト時間も長いですし、あと、お金？ IELTS とか1回で2万5千円ぐらい飛んじゃうので、なかなかそのハードルとしては、お金的にも高いと。なので、おすすめは、デュオリンゴですと。デュオリンゴもブリティッシュコロンビア以外は120点以上取ればいけますので、120点ってそんなに多分難しいことはないです。高校生の方でもアルファに行っていただければ3ヶ月弱でスコアメイクされていますので、要は3ヶ月英語の勉強すれば、こういったトロント大学とかブリティッシュコロンビアとか行けるっていうふうに考えたらものすごくお得だと思うんですよね。はい。で、これはいわゆるいきなり4年制大学に行く方法ですと。いきなり4年制大学に行くためには、デュオリンゴが120点、125点以上必要。で、あと、評定ですね。学校の成績が、だいたい、5段階評価中4以上っていうのが多いです。まあ、4以上取っていれば間違いないのかなと思っています。プラス課外活動が重要になるんですけれども、そういったところで、皆さん、サポートさせていただいております。なので、まあ、簡単に言うと、英語のテストだけでいいっていうか、ものすごいメリットかなと思います。で、もう一つ、じゃあ、英語のテストが足りなかった人はどうすればいいのかっていう、そういうお話になると思うんですけれども、これは実は、パスウェイプログラムとか、ファウンデーションプログラムって言われるものがございます。これ何かっていうと、他の成績とかは優秀なんだけれども、英語のテストだけ足りてない人向けに、じゃあ、英語の勉強を1年間しましょうと。で、1年間英語の勉強したら、例えば、トロント大学に入っていいですよ。ブリティッシュコロンビアに入っていいですよっていう、まあ、そういうプログラムがありますと。まあ、要は、英語が多少足りてなくても、その1年間、ちゃんと英語の勉強すれば、こういうトップ大学に入れるっていう、まあ、そういう受け入れ制度が整っています。で、コミカレとかアメリカの場合は、結構コミカレから編入される方多いんですけれども、2年制大学なので、2年間、コミカルに費やして、4年生大学に行くのはたった2年間しかないっていう、まあそういうパターンもありますので、ただそのパスウェイとかファンデーションプログラムの場合は、1年間パスウェイで学んだ後に、こう1年次から編入できたり、2年次から編入できたりするので、まあ3年から4年ほどはこういうトップ大学でしっかり学べるっていう、まあそういうメリットがあります。なので、まあ、これは結構、まあ、メリット、デメリットというか、その好き好みがあるんですけれども、ファンデーションプログラムとかそういう受け入れ体制が整っているのはいいことだなと思います。なので、仮にデュオリンゴとかアイエルツでスコアメイクできなくても、こういうパスウェイプログラムとかに取れれば、こういうトロントとかブリティッシュコロンビアとかヨーク大学とか行けるので、ここに行ったら、どこにでも企業にでも行けると思います。なので、ぜひこういう、
なんでしょうね。留学戦略ですね。多分こういうこと知らない人結構多いと思うので、まあ、こういうパスウェイとかファンデーション使って留学をしていきましょう。もちろんその英語のデュオリンゴとかちゃんとスコアメイクできればすぐに4年生レベル行くことができるので、それはそれでいいと思います。はい。で、具体的に見ていくと、トロント大学というもの、トロント大学に関してはファンデーションプログラムがございますと。で、デュオリンゴに関しては本来100、20点必要なんですけれども、90点で OK です。なので、英語が足りない人は、こういうファンデーションプログラムで1年間勉強して、その後にトロント大学に入学するっていうのが結構王道パターンですね。日本の留学生というか、高校生の方は大体このパターンでトロントに留学をされています。はい。で、ブリティッシュコロンビア大学です。これもファンデーションプログラムがございます。で、これ残念ながら、デュオリンゴやってないので、やってないんですけれども、アイエルツ、トーフルじゃなくて、PTE と言われる、結構簡単なテストがもう一つございます。なので、これを34点以上取れば OK です。で、PTE というのは、もう、本来だったら50点以上必要なんですね。このブリティッシュコロンビアに行くの。それなんですけども、34点で済むっていう、まあ、これを見ていただくだけで、まあ、英語力が低くても、まあ、入学できるっていうところがわかるかなと思います。はい。あと、ヨーク大学ですね。これ、欧州にもあるんですけれども、カナダのヨーク大学でございます。で、これも、ヨークユニバーシティブリッジプログラムというものがございまして、これはデュオリンゴ80点で OK です。で、これ結構スコアによって、プログラム期間が異なるということです。例えば、110点以上だったら何ヶ月で済みますよとか、80点ぐらいなので何ヶ月受けてください。そういうのが異なってくるということなので、こちらはぜひ、ご相談ください。だから、80点いければ、取れば、ヨーク大学に行けるって考えたら、まあ、すごいメリットかなと思います。はい。あとは、マックマスター大学ですね。ここは、準備コースもございます。これが、パスウェイ、ファンデーションプログラムになっています。で、これは、デュオリンゴ275点で OK です。まあ、75点で多分、すぐ取れると思います。1週間ぐらい取れちゃうかも。はい。70点以上でこの合格になります。で、もし115点以上であれば、6週間の夏の英語コースを受ければ、9月の入学に間に合うということです。なので、本来、こう1年間ぐらいかけて、英語の勉強しなければいけないところを、まあ、6週間の夏英語コースだけで OK ですということでした。なので、まあ、115点なので、まあ、ほぼ120点ぐらいなんですけれども、まあ、それぐらい取れば、6週間みたいな短期のプログラムでも入れるよというです。はい。で、最後に、オタワ大学です。で、こちらは、残念ながらファンデーションコースなかったので、必要な場合は、デュオリンゴ120点取って、以上取っていただくっていうことになるのかなと思います。はい。なので、まあ、これ結構学校によって用意しているところ、してないところがありますと。で、これでファンデーションコースを今回ご紹介したんですけれども、もちろんそのファンデーションコースがなければ、じゃあ、必ず120点以上取らなければいけないのかっていうと、まあ、そういうわけではなくて、例えばコミカネから入ったりもできますし、この後、編入というか、入学の方法を説明しますけれども、いくらでも方法がございますので、カナダ大学は結構おすすめというか、狙い目かなと思ってます。はい。ということで、5つのルート、あります。で、1つ目が高校から直接という方法です。まあ、これが一番いいですよね、もちろん。で、二つ目が、先ほど説明したパスウェイプログラムですね。大学が用意している1年間の英語コースっていうのは、こういうイメージでいいのかなと思います。はい。で、三つ目がコミカレです。で、コミカレは、アメリカでもそうですし、カナダでもそうなんですけれども、結構ポピュラーな編入方法ですね。で、パスウェイと違うのは、パスウェイは1年間ぐらい。で、学校によっては6週間でいいところを、コミカレは2年間しっかり勉強しなければいけないっていうことです。できればパスウェイみたいなところで、まあ、サクッと、勉強した後に編入ということがいいんですけれども、まあ、コミカレの場合は、例えばボーダーフリー、英語のテストがいりませんよっていう、まあ、そういう学校もありますので、まあ、比較的入りやすいのはコミカレかなと思います。まあ、ただ、パスエプログラムも、デュオリンゴ80点とか75点ではいけるので、まあ、全然問題ないのかなとは思います。はい、で、4つ目がユニバーシティカレッジです。で、これ、コミカレと非常に似ているんですけれども、まあ、いわゆるその学位認定をしていた、くれる、まあ、大学みたいなイメージですと。で、ここにまず入って、入学要件が低いところに入って、その後に編入するっていう、こういうパターンですね。まあ、あまり
ポピュラーではありませんけれども、まあ、ほとんどの方が1、2、3のどれかを選ばれますけれども、こういう方法もあります。はい。5つ目、大学、日本の大学から編入ということです。日本の大学からも、実はカナダに編入することが可能です。で、結構、なので、この動画を見ていただいている大学生の方で、もし学費を抑えたいとか、比較的安く留学したいということであれば、ぜひ、アルファにご相談ください。で、編入も、先ほどのテストスコアとほぼ同じでいけるので、留学、デュオリンゴで大丈夫です。デュオリンゴで受けれる、これだけ受けられる学校があるっていうのはすごいメリットだと思ってますので、まあ、ぜひご連絡いただければと思います。高校生の方、大学生の方、ぜひご連絡ください。で、もちろんそのカナダ以外にもアメリカとかイギリスとかシンガポール、そういったところのサポートしておりますのし、どこら辺に行きたいのかっていうところをお伝えいただければアドバイス、具体的なアドバイスができるのかなと思っています。はい。やっぱりそのカナダで一番その大きなメリットとしてはパスウェイかなと思っています。比較的、まあそんなに英語のテストもいらないし、簡単に合格できるのかなと思ってます。アメリカの大学はあんまりないんですよね。いわゆるその州立大学とかが一部設けてるんですけれども、あんまりポピュラーではない。で、カナダの場合は、カナダの大学ってほとんど州立大学ですよ。なので私立大学があんまりないので、パスウェイプログラムの中の受け入れも広いですし、州立大学なので学費も安いということになっています。なので、アメリカの大学の半分以下の学費で、例えばトロントみたいな、カナダで一番の大学に留学できたら多分最高だと思うので、はい、ぜひこういったところに合格して、留学して、まあ、輝かしい人生を得てほしいなと思っています。はい。ということで、カナダ大学はこんな人におすすめということで、まあ、学費を抑えて留学したい方とか、あと治安がいい国に行きたいという方、まあ、最近この結構、いろいろ言われて、アメリカとかも結構治安が悪くなってるみたいに言われてるんですけれども、だからそういうリスクを避けたい方は非常にカナダ留学おすすめです。ただめちゃくちゃ寒いですけれども、それも、そういうのもあるかなと思います。あと、暮らしやすい国に行きたい。まあ、結構、カナダは暮らしやすいって言いますよね。その人の感じとかも、まあ、穏やかな人多いし、あと、フランス語とか英語も話すので、結構、外からの受け入れをやっているということですと。で、結構、カナダって、ベース、大学とかのベースが、イギリスなんですよね。なので、結構いろんな人を受け入れられているということと、ダイバーシティということと、あと、ソーシャリティ、社会性みたいなところも結構重んじている大学多いので、そういう暮らしやすい国で学びやすいような大学に行きたいという方おすすめです。はい。で、英語に自信がない方、ビオリンゴで受験したい方、この方々もおすすめです。英語に自信がない方、めちゃくちゃおすすめだと思います。デュオリンゴ75点でいけるんで、ものすごいチャンスだと思います。デュオリンゴって見ていただければわかると。見ていただければわかると思うんですけど、すぐに点数取れると。はい。あと、テストなしで入りたいっていう方。アメリカの大学はやっぱり SAT とか ACT とか一部導入しているところもあります。特にトップ大学ですね。ただ、カナダの大学はほぼなしでいけるということです。あと、多国籍な環境で学びたい。結構留学生の受け入れも多いです。このパスウェイプログラムとか使って、日本以外にも結構多くの人たちがカナダに留学してきますので、結構インターナショナルな環境で学ぶことができるのかなと思ってます。はい。あと、インターンのチャンスが欲しいということで、結構カナダってインターンさせたりとか、コープ留学とか、ワーホリとかもありますけれども、そういう働かせるみたいなチャンスも結構あると思いますので、こういうチャンスも得たい。で、インターンやってると結構ガクチカにもなるので、就活にもプラスに働くのかなと思ってます。はい。ということで、カナダ留学に関しての動画でした。こういう人たちすごくおすすめですし、特に英語に自信がない大学生とかは、アメリカのコミカルに行くか、もしくはこういうカナダの大学に行かれるかをどちらか選択されるといいと思います。はい。ということで、まとめです。で、アメリカのトップ大学とかに比べると、学費がものすごく安いので、そこまで予算に余裕がない人はすごくおすすめですね。はい。で、入学する方法が、ものすごくたくさんあるというメリットもあります。なので、どんな人でも入学さえ入れる可能性があります。英語に自信がない方、そんなに、成績が良くない方、テストもちょっと、
難しいという方は、例えばさっきのパスウェイプログラムとかを使って行かれるといいと思います。はい、英語に自信がなくても、コミカレ、パスウェイ、ファンデーション、こういったところで、留学することが可能です。思ったよりも結構すぐに行けると思います。はい、あと、デュオリンゴで OK っていうのと、テストがないっていうことはものすごく大きなメリットになるのかなと思います。SAT とかやっぱり時間がかかるので、結構大変だと思います。で、最近、アメリカも、SAT がなくなってたんですけれども、例えば MIT とか復活させてきてますので、また SAT をやらなければいけないようになるかもしれませんと。なので、そういう流れも来てますので、カナダの大学とかアメリカの大学に行かれると、SAT のない大学に行かれるといいと思います。そうすることで、受験のプレッシャーというか、やらなければいけない労力を大幅に削除することができると思います。はい、ただ、学校の成績はものすごく重要です。エッセイを書けないので、書けないというか出さなくていいので、こう、完全に学校の成績と、これまでの課外活動と、あと英語のテスト。この3つで判定されてしまいます。これはメリット、デメリットあると思うんですけれども、エッセイを出せないっていうのは結構デメリットに働くのかなと思います。なので、自分がどういう人間なんだと。どういうパッションがあって、こういうことをしたくて、あなたの大学に入りたいんですっていう、こういうアピールが実はできないので、学校の成績とか結構大事になってくるかなと思います。とはいえ、そこまでもオール A じゃなきゃ受け入れられないっていうことではないので、全然問題ないと思いますので、高校生の方とか、ぜひ内申点とかを上げられるといいと思います。はい。学校の成績上げる必要、方法があります。なので、要は、その評価対象、評価の仕方が、日本とアメリカ、要はカナダとかで違ったりもしますので、その評価基準の違いで、皆さんの成績が上がるということもよくあります。はい、なので、高校生の方、大学生の方は今すぐご相談ください。このように、そのノウハウが必要ですと。で、学校に対する勉強も必要ですと。要は、例えば、結構、未だにいらっしゃいます。TOEFL 勉強しちゃってる人とか。だからそうなると結構もったいないので、早めにこうデュオリンゴに切り替えて、サクッとスコアメイクして、テストなしで学校の成績を上げに行くっていうことをやっていただければと思います。はい。なので、受験って情報戦なので、こういうところを、ぜひアルファに来ていただいて、情報を得て、で、圧勝最短で合格してほしいと思ってます。はい。ということで、留学、そして編入、こういったところはぜひアルファにご連絡をいただければと思います。はい、ここからは告知になります。アメリカのことをコミカレ、アメリカの大学コミカレのキャンパスビジットツアーを開催いたしますので、留学したいという高校生、そして編入を目指している大学生は、ぜひご連絡、ご相談、こちらにご参加いただければと思います。今のところ3月25日から29日となっていますが、これか変わる可能性はあります。そんなに大幅には変わりませんけど。はい。で、最大ですね、15名くらいで変えています。対象は大学とかコミカレ留学を目指す大学生、中高生の方です。で、在校生の方とか、アドミッション、入学審査官の方との、こういうセッションみたいなところとか、あと、キャンパスとか授業見学、インフォメーションセッション、説明会みたいなところをアレンジしていく予定です。もちろん、その全ての学校でやるわけではないですけれども、こういったところで、ぜひ情報とかを得ていただくということと、あと、アドミッションと仲良くなっていただくっていう。そこがすごく重要かなと思います。で、英語力も特にいりません。私とかがサポートしますし、周りの人たちと一緒に、こう、英語で、こう、サポートし合えるっていう環境なのかなと思います。で、コミカレにも訪問予定ですので、コミカレから4年制大学に編入目指した方、結構 UCLA とか UC バークレーとか行きやすいので、そういうトップ大学を目指したいという方は、ぜひ、コミカレも行かれるといいと思います。はい。で、こういった大学以外にも、行きたい大学があれば、ぜひご連絡いただければと思います。はい。で、大体の流れなんですけど、このようになっております。月曜日、ボストン、東海岸から、ニューヨークに行って、サンフランシスコ、ロサンゼルスっていう、こういう流れで行きたいと思います。結構弾丸ツアーなので、例えば東海岸だけ参加したりとか、西海岸のコミカレに行きやすい UCLA とか、そういったところだけ見たいという方も、もちろん歓迎というか、参加可能ですので、一部だけ参加とかも可能ですので、まずはご状況というか、ご希望をお知らせいただければと思います。はい、ご興味ある方はぜひ無料相談いただければと思います。はい、アルファのホームページの今すぐ無料相談ボタンを押していただいて、無料相談チャットにご連絡をいただくか、
もしくは公式 LINE 読み込んでいただいて、QR コードからご連絡いただければと思います。はい。ということで、本日の動画は以上になります。カナダ留学もすごくおすすめですし、さっきも言ったように、英語あんまりしなくていい。で、学費も安いということで、メリットたくさんあります。で、実際にカナダの留学をして、トップ大学に入られて、トップ企業に内定されている方っていうのもいらっしゃいますので、なので、カナダに留学することで、皆さん、こう、4年後、年収1000万とか2000万とか稼いでいる可能性もあります。なので、ぜひアルファにご相談いただいて、そういうグローバルな人材になって、人生成功してほしいなと思ってますので、ぜひご相談いただければと思います。それでは本日の動画は以上になります。今日も見ていただいてありがとうございました。また個別にお話しできることを楽しみにしております。それでは失礼いたします。ありがとうございました。